久々の家族3人休日です。おはようございます。ネイジブルガリアヨーグルト。え、そんなの買ってたの？うん、あるよ。食べる？どこに隠してた？昨日見つからなかったんですけど。だって見つかったら朝ごはん食べれないと思って隠してた。そういうこと。やばいな、今日のご飯。豪勢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 最後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 高森。僕は甘えん坊のフレブル、もうちょっとで2歳になります。あと4ヶ月はい、くしゃんでね。やってください。はい、くしゃんでね。はい、くしゃんでね。はい、くしゃんでね。はい、はい、くしゃんでね。元気になりすぎて大変なんじゃない？今日病院です。え止まった。今日病院行きます。病院異次元ボモード、ほら異次元ボモード。もうなくないです、ハニーマスタード。買いに行こう、うん、これカルディのハニーマスタード、とっても美味しいね。俺もそれ一番好きね。カルディに売ってる、なんてやつだ、フレンチハニーマスタードだって。フレンチだって。フレンチ。あれ、あなたもフレンチ？フレンチ。あれ、これもフレンチ？フレンチ。何でもこれ、あなたの。じゃ、あー、あー、おさり。おお。早いよ。早い。めっちゃ早い。次ー。鍛え抜かれてますね。おさり。おお、音がするもんね。ちゃっって音するもん。お手。おかわり。お手。お手。おー。いい子ですね。洗練されてますね。なんかテレビで見る大学生っておじさんに見える。そう。うん。俺らもおじさんおばさんに見えてるの、若い子からして。俺らが高校生の時、大学生ですらおじさんに思える。ね。今だったら30歳でもあんま変わんないもん、精神年齢がね、うん、見た目は老けてくのに精神年齢は変わんない。うん、誰のこと言ってんの？ここにいらっしゃる。俺のこと言ってんの？何そのポーズ。かっけー。もし将来自分の子供とか孫とかがこんな人走ってたら涙が止まらないよね。あー何が、あー、もうやばいやばい、めっちゃ来ためっちゃ来た。進撃の巨人みたいな走り方になってる。人間こう。モノマネ姫ね。それそれ最後のやつ。え？知らないの？うん、進撃の巨人あんま見たことない。見たことないのに言ったんか。うん、ジュエリオンテイプなフェンライヘイブル。どっから声出てるの？どっから声出てるのそれ？誰かな、お邪魔虫来てるのは。崩したトロート頑張ってるの誰かな。さあ、病院の時間だよ。お座りだよ、待て。パク、首のコルジェット取れたの？パクさん、すごい後ろ姿ムチムチボディなんだけど、今日病院行ったらなんと過去最大の 10.4 キロでした。初の10キロ超えでした。可愛いですよ、ムチムチボディも。とってもとっても可愛いですよ。病院の結果から言うと、もう良くなりましたって、元気になりましたということで、今日で通院が終わりました。今回2週間頚椎コルセットのみで、お薬も飲まず家の中でフリーで過ごしてみたんですけど、特に痛がる様子もないし、再発するような様子もなかったので、これで治療は終わりになり、コルセットも外して、もういつもと変わらない生活をしてもいいですよっていうことでした。不思議な感じがします、コルセットがないのが。動きやすいんじゃないね、手術もなく
元気になって、本当に本当に本当に良かったです。食道巨大症もう一時的なもので、あのもう良くなってるから縦抱きとかもなく普通に食べてもらって大丈夫ってことでした。全く吐かず今は過ごしています。吐くどころか今はいっぱい食べてこんなムチムチボディになりました。皆さんたくさん心配してくれて、たくさん応援してくれてありがとうございました。よかったねパック。今度は2ヶ月ぶりの外散歩の様子を撮ろうと思うので、またぜひ見てください。また見てください。マルコメ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 。